爽やかインド、超フラットインド県道8号線まで一体どうなっているんでしょうか。調査に参りました。すっごいな、メガソーラ、すっごいな、メガソーラ盛りだくさんだな、すっごいな。おやおや、工事してますね。ひどかったのが綺麗になってるね。あれ、あ、左に曲がるやつです。できた。あこもでも草ぼうぼうでやばいんじゃないです。もう当分誰も通ってないでしょ。あのちょっと川をまたいで昼くらい、昼くらい回るやつですよね。あ、待って。ちょっと広いとこ行きましょう。ははは。おお。よいるんじゃない。すいません。あ、ほんまですか。あ、ほんまですか。あ、わかりました。じゃあ、あの U ターンしてくると思うんで多分。すいません。なんかめっちゃ崩れてるらしいです。こないだの雨じゃないです。とりあえず見に行ってみましょうか。基本的にまあね、俺らはね良くないんだけど、まあああやってやっぱりね、声かけ合ってね仲良くすればね、ある程度のことはね、お互い人間ですからね、見てくれると思うよね。まあ崩れているのは場所によるわな。これ気持ちがいいっていうのを、やっぱりね、踏み固められた土ってのは面白いわ。ちょっと砂利があって滑るけど、砂利の滑り方ってやっぱね、微妙な振動と一緒になんか滑る感じがあるんですけど、路面が砂だったらやっぱりね、それなりに気持ちいいよね、やっぱりね。全体的にこう、同じようなズルズルっていって。全くダメ。もう全然ダメなんすね。すいません、お邪魔しました。いやー、ちょこっとでも通りだと思ったけど、もう全然全くダメ。うわー、どうしよう。もう全くタイヤ引っかかるとこもないぐらいがっぽい。おお。とりあえずその天然記念物と写真撮りましょう。でパワースポットの、はい、どうぞ、はい、どうぞ。うわ、いてててて、痛い、バラだ。ちょっと待って、服破れたんじゃね、これ。これ登りが面白いね、今のね。え、結構テクニシャンすんだ。バラのやつさえ、ちょっと痛かったね。確かに
まだトゲが刺さってる。熱い。やっぱダメ、映らない。あら、残念。ハルカンチャンネル、閉鎖の危機。視聴者さんも増えてきたのに、閉鎖の危機。ちょっとクラウドファンディング立ち上げねえか。GoPro9 クラウドファンディング。一口100円から。ですね、僕行ったことないところへ案内してもらっております。現在地の商品の話は、ね、ちょっとよくわかんないですけれども、まあなんとなくはわかる。でもなんとなくしかわからない。あー、ケツがいた。いやー、別にね、大した距離乗ってないですけどね、まっすぐ乗れない。エンデュロレースに出た時からね、なんかケツが擦り切れちゃったね、なんかね、ずっとヒリヒリして治んないのね。まあ仕事もね、運転業務を乗ったり降りたり、フォークリフト乗ったりとか、とにかく座ってね、ケツが擦れることが多いんでね、そのおかげもあってかどうか、なかなかね、治んないの、これが。ね、こう、ケツが痛いとね、なんかやる気が出ない。僕はね、いろんな職を、ね、いろんなところに行けるように、やはり総派生をね、上げたいとは思っているんですけどね、自らが、そのハーハーを、ね、常にしたいという、そういう変態さんとは違いますからね。あアウトラさんの YZX 仕様にした本みたいな感じね。これはいきなりハードボイルだ。えらい崩れてますね。どういうとこに連れて行かれよ。いや、フラットらしいんですけど。これフラットな。フラットらしいですよ。これフラットと言い張る。これフラットらしいです。あ、そう。おお。おお。えらいフラットだね。そうですね。えらいフラットですね。えらい汗かくフラットだね。小川のせせらぎを聞きながら、そうですね、小川のせせらぎを聞きながらのフラット林道となっております。はい、フラット林道となっております。どうもこんにちは。はい、こんにちは。今日のお供は荒黒親父さんとハレカンと申します。はい、どうもこんにちは。どうもこんにちは。今日はフラットと聞いてきましたが。はい、僕もフラットって聞いてきたんですけど、会話ができるぐらい爽やかということで。そうです。平日組の皆様でございます。はい、こんにちは。平日火曜日組の加藤さんと浅川さん。はい、こんにちは。はい、こんにちは。なんか2台で今日はヤマハ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 ということで、ということでフラットミノーの途中でこうやって会話しながら、バイクも半々、会話も半々。よえらいハードボイルドなフラットリンドですね。うん。やっぱみんなで超えていく。そうですね。障害はみんなで超えていく。超えていくフラットリンド。なんかまたここでも見るんだけど。
ライトがめっちゃ明るい。うまい。はい、フラットです。お、ナイスです、ナイスです。日頃の筋トレの成果がここで発揮される。今明かされる浅川さんの筋肉、全ては筋肉が解決するのか。さあ、ついに出るのか筋トレの成果。さあ、車体で、おっと、筋肉でなんとかした。そして、こけない。これはすごいパワーだ。なんというパワー。紙一重でこけてない。これは素晴らしい。笠さんの出番でございます。日頃お好み焼きで鍛えた鉄板を振り回さないな。ヘラを振り回す。この腕は、お、一番ええところ行きました。ライン取りがやはり見る目が素晴らしい。うまい。ナイス。とっと、まさかのフラット林道でまさかの展開となっております。これが世に言うフラット詐欺ではないでしょうか。どう思いますか。フラットですね。はい、フラットで間違いないそうです。お、やっぱ持ち上げ方とあれだね、あの次にフロントをこっちに振りやすいようにこうあっち側に上げるいうのがやっぱり経験を醸し出してるというか。ナイスです。はい、ナイスです。やっぱりこういうイベントがないといけないですね。やっぱりね、こういうイベントがあってこそのオフロードですね。さあ、ナイスです。もっと道だったんでしょうね、ちゃんとしただと思うんですよ。こんだけ綺麗になったらね、あの跡があるんで。よっ、おっと、これはさらにデンジャースなスポットやってしまいましたよ。これはなかなかすごいですね。川の中の方がフラットじゃないかというような。